優が YouTube でお送りしているゆうぎさん今日の担当は遠野ひかると遠野ゆりさのとのつむです。皆さん、とのつむからの明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いちゃんします。チャラチャ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 ンカンなんなの。そうね、2人揃ってもね、新年初めましての響きスタイルということで、今年もね、じゃんじゃん盛り上がって今年もねバンバン盛り上がっていきたいと思うんですけれども、よ、新年初のトドツム動画、今回何やるかと言いますと、こちらバン、アサルトリリーの新しいゲームアサルトリリーラストバレットについてご紹介していきたいと思います。やったー、ついに、うわー、やりました。みんなやってる、みんなやってる、やってた、ありがとうございます。よかったよかった、ありがとうございます。あちらも触れたいのよ。そうなのよ、そうそうそう、うん、一緒に楽しんでいこうでっていうことで、そうそうそう、聞いてくれな、聞いてくれな見てくれなよろしく、よろしく、まあ、いろいろお話ししていく前に、うん、まずはね、こちらをご覧いただこうかと思いますので、せーの、どうぞ。響きスタイル、花は凛しく育ち、美しく戦う少女たちの物語。素晴らしい。動きすぎやろ。動きすぎ。アニメ？追えなかった。もう一回。もう一回見る。もう一回見てね。ちょっと、はい、戻して。ちょっと戻して戻して、はい、せーの、バン。はい、戻ってきた。おかえり。おかえりなさい、すごいね。すごいよ。みんなすっ。すごい動いてんね。めっちゃ動く。アニメかと思ったらこれ、だって PV?、うん、ってこと ?PV ってことか。めっちゃ綺麗だった。映像美のクオリティよ。いや、ほんとスタッフさんの気合が感じられる。愛を感じるね。ね。チャリーン言うて。それは愛とはまた別。愛が愛ゆえに。そう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 。そうそう、集まったんですよ、資金が。すごいよ、素晴らしい、ね、アニメでさ見られなかったキャラクターたちもみんな動いてたね。ゲームでやっと出てくるキャラクターもたくさんいますから。そうだよ。ということで改めてご紹介させていただきます、はい、スマホ向けバトル RPG アサルトリリーラストバレットはテレビアニメアサルトリリーブーケに続く世界を描いております。ほうほうほう、続いておるんですね、うんうんうん、アニメでは一つ柳隊を中心にストーリーが展開されましたが、こちらのゲームではヘルボル、そしてオヘボ、からのグランエプレー、グランエプレーといった他の学園のレギオンも交えたストーリーが展開されていきます。ほい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 、つながってんだってよ。ねえ、これあの先が見れちゃうちゃうんだよ。なんてこと気になるじゃないか。気になっちまうわけですよ。で、皆さんもちろんアニメはご覧いただきましたよね。うんうん、まだ見てないという、そんなあなたはアマゾンプライムさんに今次行ってこい、見放題だよ。行ってらっしゃい。はい、お帰りなさいませ。いやー、アニメをね見た方も楽しめるし、いや、新たなねリリーたち活躍するのは、うん、ゲーム内ならではですから。そうなんですよ、どっちも楽しんでほしいな。欲しいし、うん、あれですね、舞台にはねすでにも出てたキャラクターとかもいらっしゃるので。そうだね、そうですよ、彼女たちいろんなところでつながってますから、そのことリンクしているので、また会えますよ、会えますよ、いろんな角度からお楽しみくださいませ。いえいえ、そんなアサルトリリーラストバレットではですね、全3レギオン19人のキャラクターの中から好きなキャラクターを選んでゲームを始めることができます。よ、見ちゃう19人見ちゃう、見るよ、見たい。ご用意いただきました。あ、我らが一つ柳隊が出てますね。あ、見てる、レビタン一つ柳隊の画面になって、ほらリリタン喋ってる、リリタン、ユリが丘、リリーのリリです、よろしくお願いします。リリーのリリですって、あらー、リリ
ーのリリーです。一つ柳どこ行ったねん。リリーのリリー、リリーのリリさんっていうのが聞こえる。カエデさんの声です。私カエデジョアヘルと申します。申しますって、あの申しますのスーが好き。私わかる、わかる、読むよね。カエデさんのスーのスーが好き。ユージよ、よろしく、よろしく、あーよろしく。しゆりちゃんね、人見知りのところがよく出ておりますから。いや、よく出ております。可愛いでございますわよ。え、タズちゃん聞こう。あ、タズちゃん、はい、タズ、せーの、せー、安藤タズ様、よろしく。淡々としてたわ、彼女。まだ心開いてないバージョンですね。チャームでかくない？でけえ、身長よりも大きいんじゃん、これ。あんたこんな大きい武器。ちっちゃいね。ちっちゃかっこいいね。プロフィールも見れるんだ、こうやって。本当だ。大型なの？あなた、王だったの？大型なんだって。ね、めっちゃ楽しいじゃん。ほら、レアスキルとさ、レギオンと誕生日と学年と、ね、全部見れちゃうよ。あなたは？あなた AB なんだ。 AB 型なのよ。あれだと思ったよ、ミリアムさんも AB だ。ミリアムさん自己紹介長めだから。長いね。あーでもね、甲子園にね、 A っぽい、うん、O っぽい。これさ、紹介の画面でさ、キャラが動いてんの素晴らしいよね。これ目パチパチしてるから、生きてるよ、ほら、ちゃんと息してるし。ということで、お次いっちゃう？いっちゃいますよ、ほら、ただーん、ヘルボール。はい、次あげるわ。よろしくお願いします。カズハさん、カズハさんはね、舞台でね、一緒に出てね。そうなんですよ、でも1年生なんですよね、うん、まだ。かっこいい。てか、このエレンスゲの曲がかっこいい。わー、かっこいい。それぞれのね、そう、曲だな。そう、レギオンごとの曲がこの画面でも聴けるんですけど、かっこいいのよね。ちょえよ、これ本当に。からのほら、あ、なんちゃ、なんちゃかわいいね。なんだよ、あ、よろしく、あ、よろしく、よろしく、よろしく、チャチャチャ。あ、レンカさん、あ、よろしくね、よろしくね。あ、いいですね、今時の女子ですね。いや、タピローって言ってそう、めっちゃ持ってそうですね。うん、ヨウさん、いや、キリッとしてるね、かっこいいよね、キレイだわね。でも2年生なんだね。うん、なるほど。心配ですよ、チカルさん。うん、うん、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。お上品でございます。お上品。このタイツがエロいよね。このタイツ、逆にね。逆にエロい。見せない感じが、ね、っていうヘルボールさんがございまして、からのですよ。はいはいはい。だったら最後はグランエプレ。なんかすごい、一番なんかすごいね、髪色とかのレンジャー感。あ、よろしくね。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 よろしくお願いする。よろしくお願いするなって感じだった、うん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 、お姉さん系ですね。ここら辺からはさ、舞台にもアニメにもさ、うん、出ていないね。こっからのキャラクターだからさ、みんなぜひぜひ幼稚キャラ、幼稚キャラ。次もそうですね。トキクレハです。トキクレハです。あー、よろしくお願いします。赤い系だわ。キレアなんだって。テレテレしているの。あ、大丈夫よ。なんか武器すごい形してるね。ねー、どうやって使うんだろう。でもテスタメントなんだ。そうや、シェンシェンと一緒だ。シェンシェンさんと一緒だわ。へ、うまん、よろしくね、よろしくね。これもなんか JK っぽいですね、うん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 、タピってプリプリクラしてタピってる感じだわ。世界一可愛いリリーよ。世界一可愛いリリーって言ってる、もう間違いないわ。素晴らしい。いや、可愛いよ。可愛いの暴力する。え、どう選べるとかないでしょ、これも。え、ちょっと選べない、選べない、無理。これ全員彼女、好きなキャラクター全員選んでプレイするのはどう？もう全員じゃん、19人総出だよ。モリモリでどうですか。いや、こりゃ選べないね。超選抜ですよ。いや、もう心折りにしてぜひね、相棒を決めていただければなと思いますよ。そうですね、うんうんうん、ちなみにこのキャラクターたちですが、うん、メモリアっちゅうものをね、ゲットしますとね、キャラクターそれぞれの短編ストーリーが見られるものもあるんだそうでございます。短編ストーリー、そうということで私の演じる安藤達也とあなたが演じておりますワンユージアのメモリアをね、1枚ずつ今日は見せちゃいたいなと思います。おい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 、ダンバンシェーン、達也シェーン。2人ともね、ニャンニャンだね。ね、え、達也が今 見れるんだよね。これ今達也か。そう、ニャンニャンしてるんですよ、ほら。あらー、この子ね、猫を前にするとね、自我を忘れちゃう子ですから。まだこれ自我守ってる時だね、これね。行こうかな、行かないとこうかなって。え、頑張ってる、頑張ってる、なれるかな、なれるかな、にゃにゃにゃってなるから、これそろそろにゃにゃにゃ3秒前ぐらいですね、これ、はい、猫が食べるかにゃ
一緒に迷子になったのかにゃー言うて、しかも動くんだよねメモリアカードも、ふわふわね、こうそうそうそう、ふわふわ動くんですよ。ということでタンさんをね見たところで、次はねユージャーさんのね様子を見ていきたいと思いますよ。こちらダーン、ニャンニャンが好きなんですよ。いや同じくニャンニャン友ですからね。そうそう、この二人はニャン友なんですよ。ニャン友なんですよ。なんかどこか通じ合うところがあるんだろうね。あるんでしょうね。このね、うん、千人役のおしもりが言ってたんだけど、うんうん、このユージャちゃんの手に乗ってるニャンニャンの目の色がポイントなんですと力説されておりました。本当だ、千人じゃん。そうなんです。怖っ、あの人これを見つけたの。そうなのすごい早かったからすごい執着心っていうの、なんていうのこれの、すごいね、見つけ出すあの子の力よ。いやでも可愛いの似合うな、あなた。ユージアがね、うん、触ってたりとか立ってたりする時の、うんうん、絵なんだけど、だいたい左側が前に行きます。これだろ、これね、切れ目な、絶対的に見せてくるよね、これね。素晴らしい、この切れ目素晴らしい、素晴らしい。この切れ目は左側にしかないの。そうですよ。それをちゃんと真ん中に持ってくるイラストになってんだ。そうでございます。分かってございます。いや大人たちは分かっている。いやたまらんね、たまらんね、これいいね、いいね、素晴らしい、いいですよ。でもみんなのね、うん、これがみんな一キャラ一つずつある。そうなんですよ、全キャラありますので。いやー、ぜひ、ね、集めていくしかねえよ。集めて、それでそこでしか見られない短編もついてきますから、 そちらも楽しんでいただければなと。ほら、なんだかドキドキしちゃう場面もあったりして、とのことですから。見てますか、気持ち悪いじゃないよ。すごいよ、すごい気持ち悪さだったよ。ひどくないだろよ。何かと思った今、まあ、新年ですから、新年ですから気合い入れていきましょうということで、気合の現れ方おかしいだろ。ベロベロベーな感じで、改めてスマホ向けバトル RPG アサルトリリーラストバレットはですね、現在好評配信中でございますので、皆さんね、ぜひぜひ遊んでみてください。響きスタイル。さあ最後に私たちからお知らせでございます。キャラクタートレーディングカードゲームバイスシュバルツよりトライアルデッキリエディットアサルトリリーブーケが好評発売中です。トライアルデッキには一つ柳隊の9人のカードが収録されております。これからバイスシュバルツを始める方におすすめの商品でございますよ。幼稚キャラ、幼稚キャラ。そしてこのトライアルデッキと組み合わせて遊べるブースターパックアサルトリリーブーケの発売日が4月9日に決定いたしました。めでたい。いやー春だよー。春だよ。もう春だ、早いね。早いね。詳しくはバイスシュバルツホームページをチェックしてください。はい、そして1月27日水曜日にはですね、うん、私たちレイザースイレンが6枚目のシングルをリリースさせていただきます。題してマインドオブプルミネンスという曲になります。そちらのカップリングソングはですね、うん、Just When I Learn G が実際イエイイエイみたいな曲がね収録されておりますので。なんだって自画自賛イエイイエイ、あーだこうだうるせえ、さあ道を開けろ、すごい曲になっているのでぜひ聴いてみてください。楽しみ。ブルーレ付き生産限定版には2020年2月に開催されました単独ライブクレイジネスのライブ映像のほか、インベートショーの MV も収録、ラスワールドにどっぷり浸かれる一作となっておりますので、ぜひぜひそちらもゲットしてください。はい、ということで本日はここまでとなります。あます。皆さんはぜひぜひラストバレットエンジョイしてくださいませ。おーい、またワンユージャー役として、安藤たずさ役としてお会いできる日を楽しみにしておりますので、